台湾本島の石子石関剣とは、干潟などの遠浅の海岸に岩石やあるいは、産後石灰岩を積み上げて、半円形や馬蹄型に仕切り、潮の干満によって、石積みの内側に取り残された、魚介類を漁獲する、伝統的な漁法、またはその石関剣量に用いられる石積み。潮の干満差が大きく、岩石が入手しやすい長管帯では、 世界各地に広く分布している。英国アングルシー島の石関県の痕跡、石関県は、日本の九州や南西諸島、朝鮮半島南部、宝庫諸島を含む台湾、中国大陸の福建省や海南島などの東、アジア、東南アジア、南太平洋島諸部、ペルシャ湾沿岸域を含むインド洋、南アフリカ及び西アフリカ、ヨーロッパの大西洋岸、北、 アメリカなどの広域で観察されている。近年、近代的な漁法の普及や沿岸開発により姿を消しつつある一方、その文化的価値や海洋環境への貢献的な役割が再評価され、保存や復元の取り組みが始まっている。国際連合教育科学文化機関の水中文化遺産保護条約が定める水中文化遺産である。 日本語の名称は、海底に竹や木材を立てて作った、完成魚具に石を使うという意味で、石関圏という文字が当てられたことが語源であると推測されている。石姫と発音される場合もある。地域ごとの通称も多く、福岡県や大分県のスオーナダ沿岸では、日々、有明海に面する佐賀県鹿島市の風浦では、石やば。 長崎県の有明海沿団や島原半島、鹿児島県では、くいあるいは、すき、五島列島では、スケあるいは、スケアンと呼ばれている。南西諸島では、魚ガキとして知られ、カキカチ、カツなどと命名されている。イヌイットの石関係運世界で初めて石関係を体系的に調査研究した文化人類学者の西村朝日太郎は、 医師関係が、狩猟採集社会にも見られることから、医師関係量を人類最古の漁法と考え、医師関係を、漁具の化石と呼称した。他方、狩猟採集民が使用している、小規模な医師関係と比較して、大規模な医師関係構築についての資料は中世以降のものしか残っておらず、長大なそれは、その公民あるいは農公民の手によるものであるという、意見もある。 日本最古の石関圏構築に関する資料は、1707年の島原五領村村大概様子書であり、南西諸島には魚垣構築の経緯を伝える1824年の板正門が残っている。フランスにワれ島の石関身についての11世紀の文書があり、1525年に編纂された河西恵康圏氏には、 中国福建省の石管見に関する記述がある。レ島の石管見日本国内に現存する石管見の一覧である。これ以外に、奄美大島、掛野間島、徳之島にも、かつて使用されていた石管見の痕跡が残っている。有明海沿岸の干潟地帯では、かつて廃石管見量が盛んであり、現在でも長崎県諫早市高木町には、 現役の石関剣が一気残っている。未来に残したい、漁業漁村の歴史文化財産100選に選定されると、ともに、諫早市の有形民族文化財に指定されている。オレロン島の石関剣の排水口長崎県、島原市には、明治時代には29基の石関剣があったが、第二次世界大戦後に、 海苔の養殖場が長官体に多数造成されたために、そのほとんどが撤去された。現在、復元されたものを含めて、3基の石管剣が残る、のみである。1879年1月2日に、大見東にある1基の石管身に、大量のボラが入り、ボラズッキーと呼ばれるようになった。このボラを供養するために、当該、石管剣の所有者により、 石関県の岩石を土台とした、墓落用刀が混流された。長崎県南島原市の仏町に、石関県が残存している。沖縄県下地島の魚かき大正時代には、12基の石関県が使用されていた。現在、現役の石関県は存在しないが、森山村と三室村の石関県はどちらも三重構造となっており、その石積みは、 かなり良好な状態で残存している。1753年に、校舎の石管紙において、クジラが漁獲されたという記録が残っている。長崎県後藤支援水の石管県は、底部の幅約1.5メートル、高さ約1メートルの石垣が、全長80メートルにわたって築かれている。水イカやメジナなどが漁獲されていた。現在は主に、 観光用や小学校の体験学習用として利用されている。宝庫諸島のハート型の石子大分県佐市長洲では、昭和10年代まで7期、昭和30年代まで5期の石管剣が残存し、ハゼ、カレイ、ガザミ等の漁労が行われていた。2006年10月に1期の石管剣が復元され、観光用などに利用されている。 沖縄県宮古島市下地島の魚垣は未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産100選に選定されるとともに宮古島市の有形民族文化財に指定されているハワイ諸島の養魚地沖縄県石垣市の石垣島シラホには第二次世界大戦前には16基の魚垣が,があったと言われている2006年10月に 全長400メートルの魚垣が復元された。沖縄県オバマ島の南岸には、石垣の最大幅1.5メートル、最大高0.8メートル、全長624メートルに及ぶ大規模な魚垣がある。島本海垣と呼ばれ、同等出身の女官が気づかせたという経緯を伝える、琉球王国時代の1824年の板正門が残っている。 竹富町指定文化財である。南アフリカの石関剣中国語では通常、石関剣は石子あるいは石と表記される。ミクロネシア連邦のヤップ島では、アッチと呼ばれる矢尻り型の石関剣が知られている。ハワイ諸島では、通常の石関身に加えて、ボラの養魚池に進化した形態のそれも観察されている。南アフリカでは、石関剣はアフリカンス語で、 フィスファイウェルと命名されており、西アフリカのギニア湾にも石関係は分布している。近年では海洋考古学という脈絡で、戦死時代の石関係の考古学的な発掘調査が始まってきている。2019年には石関係の編集とも考えられている、オーストラリア先住民の石像のうなぎの罠をそこに含むバジビム文化的景観が、 国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された。ありがとうございます。